はい、皆さんこんばんは。今日はですね、カメラのモニターっていうね、ちょっと前回もね、ご紹介したファインダーとかじゃなくて、今度はモニターですね。5インチのですね、IPS モニター、1920×1080 ということで、で、4K の HDMI の入出力がついてですね、そしてパススルー。で、FHD、超軽量ということなんですが、高いモニターって結構あるんですが、1万円ぐらいのモニターって果たしてどうなのっていうことで、これね、タリオンっていうのかな、タリオンさんっていうところで、Amazon ちょっと買ってみましたということで、外見何も書いてないです。CE しか書いてないっていうね、そんな感じになるんですが、果たしてどうなんだろう。はい。めっちゃ軽い、モニター。めちゃくちゃ軽いです。はい、これ。これかな?タリオン。保護シールついてるな。保護シールこれ。なんかこういうやつってすんげえ保護シール剥がしにくいんですよね。保護シールがね、うまいこと剥がせずに、なんか斜めでバリバリっていっちゃったりとか結構あるんですよね。保護シール、ちょっとこれね、最初に剥がさないと皆さんやばいですからね、これ。大丈夫これ。あ、いけたいけたいけた。もう、一応いけましたね。保護シール、なんか剥がし方やばいです。横もバリバリになってるわ。さすがこの辺、1万円ですね。はい、こんな感じです。で、横ですね、HDMI が、一応ですね、インアウト、インアウトってあって、ヘッドホン端子がついてます。DC が 12V。そして、後ろがですね、これなんだこれ、LP、電源とかが上についてて、各メニューボタンとありますと。結構シンプルですね。横にもこのネジ穴ついてると。うん。で、これに入っているものに関しては、ユーザーガイドですね。日本語が書いてるのかな、どっかに。日本語マニュアルは一切ないですね。英語のみです。そして、ユーザーマニュアルっていう、なんかこの中国語みたいなやつがね、QR コードがあって、あとは、HDMI となぜか、ミニですね。ミニ HDMI のケーブルが入ってる。使い道ないんだけどね。一番大きいやつをフルフルにしてほしいやな、これ。で、六角レンチとですね、これはなんだ?アームですね。アーム入ってるわ。アームか。これ結構便利かもね、このアームは。上のね、フラッシュとかつける、終端子にポコッと入るやつね。で、これをこっちにこうねじるのかな?で、こんな感じ。で、カメラの上にポコッと乗せるのかな?これで。と、あと、モニターフードが入ってんじゃないの?これに。モニターフードめちゃくちゃこれ頑丈にしてる。ああ、破れちゃった。これいるかな?こんなに頑丈に。あ、でも、これ、なんか私結構ドローンとかの撮影でね、屋外持ってって、いろいろクライアントさんに見せるときに、これ便利だな。この前も結構見づらいっつって言ったんですけどね。これあると超いいじゃん。マジックテープか。マジックテープになって内側に貼るタイプなんですけど、これに関してはまあまあだな。もうちょっとなんかこう、カチッとはまるようなね、マジックテープじゃなくてしてほしいんだけど、なんかちょっとね、若干外れかけてる。あ、こんな感じです。うん。まあでも、めっちゃ軽い、とにかく。バッテリーつけたら重たくなるから、まあ一緒っちゃ一緒なんだけどな。で、HDMI のインかな?インを下に挿します。そして、このまま V バッテリー全部使えちゃうんで、V バッテリーめっちゃ便利だな、これ。ここ挿します。で、通電しましたね、これで。はい。で、電源が上のポチやね。この電源を押します。おお、起動したらこんな感じで。これがね、今、まあ装着した状態になるんですけど、ちょっと見づらいな、これ。見えないか。
モニターサイズって本当ね、あの標準モニター小さいから、やっぱこういうモニターですごくね、細かく表示できるよねっていうところなんですけど、これわかります？これ音声の、モニターが表示されてるんですけど、でメニューの中に、まあ明るさ変えたりね、いろいろ色温度まであるわ。これ色温度便利かもね、意外と。あとセンターマーカーとかアスペクトマーカー、セーフティーマーカー、うん、だいたいありますね。グリッドもあるし、あとアスペクトも変えれるから、これ結構便利かな。アスペクトがどんなのがあるのかな。あー、これは便利かもね。なんかソニーとかにないフォーマットが入ってる、そもそも。まあ、あとピーキングもこれあるね。ピーキングレベルとかも設定できるね。あ、日本語にできる。日本語表示はできますね。うん。あと画像の回転とか、ね、リセット。日本語ちょっと若干間違えない。リセットがリーセットって書いてる。まあ、ここは許容範囲か。で、一回電源を切っても、メニューが日本語って覚えてんのかな、果たして。あ、覚えてる覚えてる覚えてる。なんかアルファで表示できない部分もこっちで表示できたりとかするんですよ。そしてセンターマーカーとかもわかりやすいし、いいね。この仕様もいいかも。こんな感じです。うん。よりなんか本格的で形から入れる。入れるな、これ。いいやん、これ。ほー。いい。なかなかいいっす、これ。ちょっと気に入った。アルファとのモニターと、今、同時に見てますけど、まあ、まあ、ほぼ一緒じゃないですかね。で、色温度を合わせばいいと思うんで、ここのメニューから、色温度ですね。色温度が今6500Kになってるな。あ、なるほど。あ、そういうことか。ほう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 。これをですね、なんか色温度、個別にも設定できるんですけど、色温度をユーザーっていうのにすると、アルファの色味とイコールになりますね。あ、これでいいんだ。この運用はいいぞ。かつこっちのモニターの方がなんか輝度が綺麗、若干明るい感じかな、気持ち。うん、こういう運用も全然ありっすね、これね。これぐらいモニター大きいとほんとしやすいな、これ。これいい、いいわ。これどうですか皆さん。なのでファインダー覗きたい方はね、ポートキーみたいなやつを使うのもありですし、こういう本当に軽いね、1万円ぐらいのモニターどうなんっていう。録画機能とかはないけど、モニター表示だけするんだったら全然ありよねって話になるんで、これいいなぁ。屋外でね、運用するときにこれ便利っすよ。こういうモニターがあると。ピーキング連動もしますからね、即やりやすいかなという感じでございます。はい。ということで今日ですね、この、タリオンというね、小型モニターを、まあちょっとね、開封からやってみたんですけど、まあいつも言うようにこのね、モーマンっていう一つのこのパワー V バッテリーがあったら、全部運用できちゃうわ、これ。だからこういうね、中国メーカーとかのこういうアクセサリー系を買うと、意外とこうバッテリー問題悩んだりするんですよ。あ、これや USB か。あ、これはあれか。ね、キャノンのバッテリーかとか、ソニーのバッテリーかっていう風に ないよねって急にみたいなのがなるんですけど、こういう一つバッテリータイプのやつがあったら、もう無敵です。これ何でも刺さるわ。マジで。めちゃくちゃ便利。っていうことで、今日こちらね、紹介してみたんですけど、これもですね、Amazon の方にリンク貼ってますからね、ぜひ皆さんね、また興味ある方は一度見ていただいたらいいんじゃないかなと思います。それでは最後までご清聴ありがとうございました。ということでチャンネル登録またね、よろしくお願いします。それではありがとうございました。